ありました。ここですね、ハムチョカンジャンケチャン、日本語、中国語、イングリッシュ、OK、 地下1階、カニのマーク、かわいいです。どこだ、こっちか。さあ行きましょう。すごい楽しみです。カンジャンケチャン1階、人生で1回も食べたことがないので、今回人生でも初だし、それが韓国で食べる感じですね。うん、なんかテレビとかにも取り上げられたみたいですね。あ、めっちゃ日本語で書いてある。番組で放送された美味しい店、めっちゃ売りにしてますね。行きましょう。ビール、ハイフのエキストラコールドみたいです。ビンビール頼んだらこれが来ました。美味しそう。すごいさっぱりしてて飲みやすくて美味しいです。カンジャンゲジャン楽しみです。カンジャンゲジャン来ました。こんな感じでエビも入ってますね。こういう感じで、カンジャンゲジャン定食を頼みました。ご飯ですね。ちょっとどうしても食べたかったので、このアワビがいい、これも頼んじゃいました。そしてまさかの同時に来るっていうパターンですね。どれから行こう。まずはアワビ貝から食べてみます。アワビ、これがアワビ、美味しそう。ごま油の風味がしてすごく優しい感じの味ですね。美味しいです。なんか冷たいものばっかり飲んでて胃が疲れてるので、すごいちょうどいい感じですね。優しい味なんだけど、なんか薄いっていうわけじゃないんですね。しっかりとコクと風味があるような感じの優しい感じです。速攻で完食しました。美味しいです。美味しかったです。それではカンジャンゲジャン行きたいと思います。手で行きます。うわ、めっちゃうまそう。こんな感じです。すごい美味しいです。カニの刺身の醤油漬けっていう感じですね。カニの風味がすごいしっかりきて、すごく、カニを感じられます。美味しいです。うまい、うまいね。これはビールに合いますね。小エビを揚げたやつで、ちょっとすごいというか結構辛いですね。結構辛い、小エビを揚げたやつ、パリパリしてて、美味しいです。ピリ辛で、ビールに合いますね。これは、あ、これじゃがいもだ。これ辛くないです。じゃがいもですね。美味しい。次はエビ行きたいと思います。手で行きます。よし、ちょっと置こう。うん、美味しい。ちょっと甘辛くて、エビの味がしっかりしてます。美味しい。2杯目の酒はマッコリを頼みました。マッコリのショーを頼んだんですけど、まさかのこんなに入ってます。これでショーですね。おとといのマッコリも美味しかったですけど、今日のマッコリも美味しいです。ちょっと銘柄とかそういうのは分かんないですけど、すごく美味しいです。日本語でカンジャンゲジャンの美味しい食べ方が書いてあります。まず甲羅の、甲羅の両側にあるカニの卵を箸で抜き出します。で2番、
カニ味噌がある甲羅の部分にご飯を入れてください。3番が特製の醤油だれを入れてスプーンで韓国式に混ぜ混ぜしましょう。で4番が海苔にご飯を乗せて巻いて食べますというやり方みたいです。さっき書いてあった通りにやってみたいと思います。まず甲羅の両側にあるカニの卵を箸で抜き出します。こんな感じかな。そしてカニ味噌がある甲羅の部分にご飯を入れてください。抜き出すって別に取らなくてもいいんだよね、見た感じ。じゃあこのままご飯入れていいのかな。これは残しつつご飯を、入れます。ご飯を入れました。水の醤油だれを入れてスプーンで韓国式に混ぜ混ぜしましょう。入れて、そして海苔にご飯を乗せて、巻いて食べます。海苔にご飯を乗せて巻いて食べます。めっちゃうまい、めちゃくちゃうまいですね。カニの旨味もあるし、もう多分醤油、この特製醤油ダレがすごく美味しくて、ご飯と混ぜる、その混ざってる感じで海苔で巻くとすごく美味しいです。絶妙ですね。海苔もちょっと塩っぽいんですよね。あの塩味がついてる海苔なのですごくちょうどいいです。あとこれ海苔に多分ごま油がついてるのかな。海苔にごま油がついてるんで、ごま油の風味も香ります。美味しい。うん、うまい。韓国のについた塩味がちょうどいい感じですね。カニの風味と特製醤油と混ざってすごく美味しいです。食べてなかったらこれ食べたんですけど、すごい美味しいですね。これすごい多分ご飯と合う感じだと思います。佃煮かと思ったらこれ海苔ですね。乾燥海苔みたいな感じなんですけど、ごま油がかかっててすごくこうご飯に合う感じの味です。ただもうご飯がないですね、残念です。美味しい。先にご飯と一緒に食べたって分かったですね、うん、美味しい。なんかつまみにもなりますね、うん。座敷席とテーブル席、両方あります。確かなんか予約席って今書いてありますけど、どっちもありますね。はい、マッコリのショー、あとラスト1杯になりました。これは全然小じゃないですね。これマッコリ、いや逆にマッコリ台があるんですけど、台頼んだらもっと大きいやかんでくるんですかね。もう本当に1杯まで入ってましたねこれ。まあやかん的にはちっちゃいんですけど、まあ、それでも結構ありますよね量。けどすごく美味しいです。味は生マッコリなのでシュワシュワしててすごく美味しいです。料理とも合いますね。ハムチョ、カンジャン、ゲジャン、とても美味しかったです。
初のカンジャンゲジャン、すごく美味しかったです。良かったです。